ソリで滑るのも悪くないわね。次に来る時も乗ろうかしら。待ってないわよ。私もさっき着いたところだし。ええ、先週買ったんだけど、なかなか履く機会がなくて。そう？ありがとう。なんでもない。行きましょう。そういえば、あなた、明日は来るの？行くわ。リンがすごく楽しみにして。大丈夫。ごめんなさい。え？別にそんなこと。できれば気づかないでほしかったわ。だって気づいたらあなた、もう今日は無理しないで帰ろうとか言うでしょ。今日は一日あなたと遊ぶって決めてるんだから、途中で終わるなんて嫌なの。この靴だってあなたに見てほしくて、ずっと。悪い？はい。あなた、時々涼しい顔でこういうことするわよね。別に、ありがとう。平気よ。そんなに滑るつもりはないし、リンや他のメンバー次第では滑るよりも妙なことをやらかさないか見張ることになりそうだからね。雪と氷か。今回は随分季節を意識した衣装ね。なんだか着てるだけで体が冷える気がするわ。嘘よ、冗談。結構あったかいわよ。次のライブは野外ステージらしいから、防寒対策はしっかりしてあるの。風を通さない生地を使ったり、裏起毛にしたり、いろいろ考えてるんだから。ただ可愛くて華やかならいいってわけじゃないのよ。デザインも素材も無理なものを使って作ればパフォーマンスに影響が出る。まあ私も衣装作りを手伝うようになってから覚えたんだけど。勉強になった？そう、それはよかったわ。もしあなたが衣装を考えてくれる機会があったら、その時は期待して良さそうね。